クリエーションは、クリエーション事務局及び株式会社クリエーションが主催するオールジャンル導入詞即売会である。コミッククリエーションとサンシャインクリエーションの2系統に分かれて開催されている。大田区産業プラザで開催されているオールジャンル導入詞即売会。コミクリもしくは CC と略して表記されることが多い。1996年9月8日に、 1> 第1回目が開催された。かつては大規模開催を狙い、東京ビッグサイトや東京流通センターで開催された。しかし、実際の参加規模の小ささから、次第に大田区産業プラザへと会場を移し、開催頻度も年1回以下に減少した。直近の開催は2011年11月のコミッククリエーション22であり、事実上、開催を休止している。 入場時にカタログの提示が義務付けられており、事実上の有料入場制。特徴として、クリエーション事務局やサークルの持ち寄りによる企画、コミティアの展示参加スペースに似た2メートル四方のサークルスペースを自由に使って表現、反布できるパックプランがあり、事実上こういった展示、企画などが中心の一見同年し即売会らしからぬ出展者が多数を占める。 参加サークル数は2010年の第21回が220サークル、2011年の第22回が180サークルと、後日のサンシャインクリエーションより少ない。サンシャインクリエーション60開催前の様子。池袋サンシャインシティ入り口の手前付近にて撮影。サンシャインクリエーション60におけるカタログ当日、販売の様子。 池袋サンシャインシティ入口そばにて撮影。サンシャインシティで開催されているオールジャンル同人誌即売会。サンクリもしくは SC と略して表記されることが多い。かつては年4回開催で参加サークル数が2000を超えた時期もあったが、2018年現在は年3回開催で各会お,おむね800から900台となっている。 2012年が年4回開催で、平均1213サークル、2013年が年4回開催で、平均1104サークル、2014年が年4回開催で、平均984サークル、2017年が年3回開催で、平均946サークル、2018年が年3回開催で、平均909サークル、入場時に、 カタログの提示が義務付けられており、事実上の有料入場制。もともとは株式会社ブロッコリーが主催していた、初代コミックキャッスルが終了するのを受け、当時コミッククリエーションの主催だった、株式会社コミケプランニングサービスがその会場、日程を引き継ぐ形で始まった。コミックキャッスル時代同様、参加サークルは男性向けが大部分を占める傾向に、ある。 コミッククリエーション及びサンシャインクリエーションを運営する任意団体であり、旧法人、現法人の時代を通して運営の主体となっている。スタッフ参加者はこの組織に所属しており、サークル参加受付や観光物の制作を行っている。また、業務の一部を口実の法人格に委託し、共同でイベントを運営している。当初は、 コミッククリエーション事務局という名称でサンシャインクリエーションを運営するようになるとクリエーション事務局という名称が使用されるようになったコミックマーケット準備会の関連企業現株式会社 CPS 初期は同社が企業イベントとしてコミッククリエーションを開催していたしかし参加サークル数の減少に伴いアルバイトとしてスタッフを雇用できなくなったため新たに ボランティア組織が立ち上げられたという経緯がある。これはコミックマーケット準備会が規模拡大による負担増に伴い有限会社コミケットを設立したことと対照的である。2007年に代表取締役の不正経理が発覚したのを機に同人誌即売会から事業撤退。サンシャインクリエーション35全体反省会にて 不明瞭な金銭の流れが発覚したとの表現があり、c p s の社国では多額の使途不明金があったとされている。刑事告訴などは行われていないようである。この不祥事以降、役割を株式会社クリエーションに引き継いでいる。2007年より株式会社コミケプランニングサービスから役割を引き継ぎ、クリエーション事務局と共同でイベントを運営している。 当初は代表取締役はクリエーション事務局の代表が兼務していたが現在は交代している。サンシャインシティではオールジャンル即売会としてサンシャインクリエーションとコミックレボリューションが行われていた。日程面ではお盆年末のコミックマーケットとゴールデンウィーク10月開催のコミックレボリューションの間の時期にサンシャインクリエーションが開催される日程だった。 そのコミックレボリューションが2005年春に終了した後、サンシャインクリエーションが春季の開催を3月から4月中旬に移した。他にもいくつかのイベントが後継として名乗りを上げ、生じた日程的な秋や参加者を取り合う現象が発生したが、サンシャインクリエーション以外はいずれも散発的に終わった。一方、 サンシャインクリエーションは参加者数を増やし、使用ホール数が3巻から4巻へ拡張するようになった。しかし、コミックレボリューションの事実上の後継イベントであるコミック1が2007年によりゴールデンウィークに開催されるようになると4月のサンシャインクリエーションは参加者数を減らすようになり2015年以降は春季の開催そのものを廃止した。また、 2017年からは、コミック1と、白霊神社霊大祭が共同で10月にも開催されるようになり、サンシャインクリエーションの参加者数は減ったものの周期の開催は継続している。サンシャインクリエーション35でカタログ発売直後に、印刷ミスが発覚し、一部の書店やイベント会場にて、訂正版への交換が行われた。この事件に関して、 被害を受けた約70サークルへの保証として、訂正版のカタログが送付された。サンシャインクリエーション35で予約ミスにより、会場の一部が使えなくなったため、サークルスペースのレイアウトが大幅に変更され、配置しきれない分は別のホールへ移動となるなど、大規模なサークル配置の変更が行われた。 全校の印刷ミスと本校の予約ミスによる別ホール移動の両方の被害を受けたサークルもある。全校のカタログ訂正版発行前に発覚したが、訂正が間に合わず、カタログの内容は再び誤ったものになった。カタログの再訂正版は発行されず、参加者に対しては公式サイト上や各書店での案内、及び開催当日の会場での訂正図面の配布となった。 この事件に関して、被害を受けた約870サークルのうち、D ホールから C ホールへと移動になった約420サークルには、次回イベントのサンシャインクリエーション36へ、申し込み無料での招待という形で保証が行われた。2009年1月16日夜に、ファイル共有ソフト w i n n のネットワークを通じ、クリエーション事務局のスタッフ参加者が自宅で、 使用していたコンピュータウイルスに感染したパソコンから個人情報が流出したことが判明した。流出元となったスタッフ参加者に対して損害賠償請求などの発表はないが今後のスタッフ登録及び作業を一切禁止する処分が下されており、クリエーション事務局の発表では元スタッフと表記されている。流出した情報はコミッククリエーションサンシャインクリエーションの サークル参加者及びスタッフ参加者の個人情報、さらにイベント開催用の内部資料があり、個人情報は、延べで、数万人分に及ぶ。このほか、同時にコミックマーケットのスタッフ情報、サークルリストの一部、白麗神社霊大祭のイベント関係者向けの内部資料なども巻き込まれる形で流出した。クリエーション事務局、株式会社クリエーションは、 同年1月17日に調査を開始、翌18日にトップページを謝罪文に差し替える形で情報を公開した。情報を流出させたクリエーション事務局のスタッフ参加者が2002年から断続的に個人情報を含むファイルを無断で自宅に持ち帰り、そのまま自宅のパソコンに保管、そのパソコンでファイル共有ソフト w i n n を使用し、ウイルス感染によって情報が流出したと、 発表している。また情報が流出した参加者には、書簡で個別対応するとともに、過去を含めたすべてのスタッフ参加者に対しデータの持ち出しがないか確認を行い、所持が判明した場合には削除と、個人情報に関する制約書を取り交わすとした。確認のために、スタッフ参加者に送られた書簡は、説明が不十分であり、意味がわからなかったり困惑したりするものもいた。 株式会社 CPS は、クリエーションの業務に関わっていなかったため、クリエーション事務局へ問い合わせるよう告知した。実験翌月の2009年2月8日に予定通り、開催されたサンシャインクリエーション42では、来場者の強い要望により、イベント後の全体反省会にて短時間ながら、質疑や事情説明が行われた。 来場者の反応や一連の報道を受けて、被害者への対応や再発防止策の徹底を行うため、2009年4月に開催予定だったサンシャインクリエーション43の開催を中止することを発表した。さらに翌月には、6月開催予定だったサンシャインクリエーション44も中止とし、以降の開催も白紙と発表された。 2009年5月15日に公式サイト上で中止された43、44を結番としてサンシャインクリエーション45の開催が発表され2009年9月27日にこれまでと同じサンシャインシティにて開催された。ありがとうございます。